ていただきたいところがあるです。お店ではそう呼ばれているです。初めてのことなのでうまくできるかわかりませんですが。ありがとうございますです。お客様にはいつもお世話になりっぱなしなので、今日は十分におもてなしするです。アルコールもだいぶ分解しましたです。お客様とのトークは普通なんかじゃないのです。私にとってすごくすごく特別なのです。こういうことは女の子に口から言ってはいけないのです。特別は頼れる先生のお話という意味なのです。お客様だからこそなのです。あ、もしかして迷惑だったですか？それは良かったのです。断られたらどうしようかとドキドキだったのです。ありがとうなのです。やっぱり今日は頑張ってお誘いしてよかったです。今日はお礼ができてよかったです。本当ですか？はいです。ぜひお願いしたいのです。心地よくなるのです。頭を撫でられると元気が湧いてくるのです。撫でている手から頭にエネルギーが充電されているような気分になるです。これは気分の問題なのでそれとは関係ないのです。